海と日本プロジェクト in 秋田県。最近は漁師になる方は減ってきています。どうしても高齢化になってきているので、あと自分の体がちょっと自由気がなくなれば、あと引退と。おはようございます。推進リーダーの佐藤優美です。さて本日は水産業に興味がある、漁師になってみたい、そんな方に向けて漁業未経験者を対象とした秋田漁業スクールトライアル研修2021の模様をご紹介します。このスクールでは実際に漁業者の方に協力してもらって、実際の刺し網とか釣り漁業、あと定置網漁業とか、実際に漁師さんがやっている漁業に実際に乗ってもらって、体験してもらって、でそれで漁業というものを理解して分かってもらって、就業につながっていけばなということで、やっております。やっぱり漁師さんは、魚取れればやっぱり嬉しいと、取れることが一番なんですけども、取れない時もあるので、そこも取れなければなんで取れないのか、考えて、取れるようになった時の喜びとか、漁業は頑張れば頑張るほど水揚げの方にも反映してくるというのもあるので、本当にやる気ある人は、収入も増も見込めますし、あと、退職した後海が好きな方であれば、まず釣りであったり、刺し網とかそういうので、新鮮な魚を取って、自分の家で食べたり、まず組合の方に水揚げしてもらって、経費を賄ったりとか、いろんなやり方もあると思うので、そういう形で、やってもらえれば、いいのかなっていう。海は今日は風もなくて波も穏やかだったんで、すごい綺麗ですよね、海は。ちょっとあまり大量には取れなかったですけども、やっぱり海に出るのは楽しいですしね、自分の好きなことやってるんで、時期になればタラが船傾くだけで取れるような話もしてあったんで、そういう時期に一回来て経験してみたいなというのを思います。地元なので、生まれた時から海があるのが当たり前という状況だったので、一緒に生きてるというんですかね。美味しいお魚が食べられるのは漁師さんのおかげですね。水産業に興味がある方、漁師になってみたい方、秋田の海で漁師を目指してみませんか。海と日本。